ました。喜ばしくないな。これやりすぎたわ。やりすぎ。やめやめてやすくん。怖えからさ。1番パー4、380ヤード。アルさん対ヤスの月齢ガチンコ勝負、後半戦始まります。現在2人とも1オーバー1オーバー、宇都宮ガーデンゴルフクラブさんのバックティーからやらせていただいております。怖えよ、ヤスくん。ティーショット打ちたくないっすね。スコアは上出来だよね。うん。内容もいいし、結構タフなコースです。ぜひね、腕に覚えのある人は来てほしい。いや、でも、やってる感じより、正直スコアはいいです。うん、そうだよね、うん。なんかもっとやらかしてる感あるもんね。やってる感あります。やっぱそれだけ安全にできてるんでしょ。うん、じゃあ後半もお願いします。お願いします。よっしょ。いやー、ティーショット安定してんなー。今日つのも最強そうか。あ、まあまあちょっとラフですけど。うん。左のラフ？左のね、木のもう日本木の右です。うん。多分普通にアドレスは取れると思う。またまた。よし。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。どうですか、検証は。みんながワンオーバーぐらい。うちらワンオーバーです。すごい。いや、むずい、タフっすね。むずいよ。グリーンやばいっすね。今日のピンチかなりえぐい。やばいっすよね。スタートホールやばくなかった。スタートホール。二人とも出ちゃったもん。そう。ああ、ですよね、うん。あれやばいっすよ。あれやりすぎだと思いました。あれやりすぎっすよね。やっぱそうなんだ。いや、よかった。そういうピンポジだということが分かって。だからピンポジが、うん、やっぱ昨日の。多分、競技仕様なんじゃないですか。うん、でも時期的にね、クラちゃんとかね、そろそろあるか、この時期、うん、時期っすよ。皆さんショートホール入りました、バーディーパット。はい、あれ入ってないの、あ、ノバ、はい、どっかで取らないと沈んでんすか。いや、俺、いや、沈んでないです。2人で3つマジ、いや、俺3つ、3つ、うん、マジで。じゃあ4つだ、マジっす、すごい。じゃあお願いします。じゃあす、うん、ナイスショー、今日1だこれ、うん、戻ってきた。しゃあ。ちょっと後半ね、ドライバーちょっとわけわかんなくなり始めてたから。うん、今日一だ今の。この前半ね、小休憩が良くなった。切り替えられなりました。いや、マジ仕上がったじゃない。最初やばかったんですよ。いや、一番やば。こう本当こういうコースなのかと思って、もう全然打てなくなって。全然打てないすごいよ。やっぱスタートはあれちょっと。あれやっぱやばかったんだ。やばかったみたいな。何フィートかもう分かんなくなっちゃったもん、あれ。あの下りに関して言ったら15フィートぐらいありますよね。あったよね。マジで。つかあれ止めらんないでしょ。そう、多分止めらんない。もう絶対手前つけないと、か入れるかしないと。うん、止めるには、カラーで。そう、カラー。いや、どうなることかと思ったよね。いや、本当に。いや、だからよくやってますよ。でもやっぱグリーンスピード10フィートって出てます。10フィートか。普通にちゃんとしてる。フラッグ赤なんで奥っぽいですね。いや、いいところだ、ここ。奥っぽいから、まあ、やや手前でいいかなと。うん。ベスポですね、ここは。上り入れて155。155。7番で。はい。さすがにセンター方向で。あの、木の方向かな。ちょっと噛んだか。まあまあまあ、でも。打った瞬間にね、うん、虫が、ほっとに来て。アンラッキーですね。ほどけよかったな。うん。127。ちょっとフライヤー怖いですけど。ピッチングで風吹き始めた。うん、秋の風だね。秋風。うん、セカンド、はい、目ですね。127ヤード上り入れてピッチングでセンター方向から。ちょっと低く。いや、これは完全にトップです。奥行ったかな。ちょっと多分奥行ってます。噛む感じがすごい嫌で、うん、俺の見た後だしね、ちょっと、はあ、ちょっとやっぱのけぞっちゃったな。今までだったらあれちょっと打ち込んで、そう、うん、だけど歯に当たった感じ。ちょっと今ねバックスイングゆっくりしてるんですよ、うん、その間にちょっとエラーが出てますね、うん、これ奥からのアプローチクソむずい説あるな。こぼれてたらやばいですね。大変かもしれない。ちょっといろいろ持ってこう。やっちゃった。あ、やっちゃった。勝ったあたりやっちゃった。取ってた、取ってたと思いますよ。やっちゃったよ。で、ナイルやつですね。完全にさ、クラブ跳ねてる時さ、拾う気なかったよね。いつかは傷つきますから。あの時の傷だと。アヨさん、サードショット。ピッチングで。3、5、40近くありますね。近くあるね。転がしでいきます。はい。
うまいぞ。あ、止まっちゃったか。スピン入っちゃった。ちょっとスピン入っちゃった。綺麗に入っちゃいましたね。やっぱ先で打つ意識あるんですか？ない。ないんですか、うん、普通に面で打ってるんですか、うん、先で打つのはしない。これはパター一択だな。うん。あー、ヤス君、奥から、まあ。パターか、ウェッジの刃で打つかって感じですけど、パターでいきます。はい。9歩。いやー、ナイスタッチ。うん。オッケー。よし。ナイスパー。よし。よし。ドイフック、上り。はい。8メートルぐらいです。あー、結構来たんだ、フック。はい、ナイスタッチ。うん、どうもです。パワーボギー。いやマジどうなるかと思った今。やっぱクソ早かったっすね。そうだよね、うん、もう絶対あ短いって思ったら、うん、カップまで行ったんで。ボール変えます。切り替えるためですか？いやちょっと気づいたんすか？うん、汚くなりすぎた。俺が使うには汚くなりすぎた。アースさんはね、ドロー1個ついたらもう捨てますからね。いや負ける。1打もついちゃった差が。いや今日の1打ちょっとでかいですけど、ね、今日の1打でかいよ。いやでも言うて動いてますから前半も。そうだよね、前半3バーディーでしょ。アースさん3バーディーだけどさ、以前ボギー打ってるからね。2番ホール524ヤードパー5。右 OB のロング、はい、やや左ドッグ、うん、左の斜面は落ちると思うんで山裾行きたいよね、はい、この山裾ラインからだったらまあ若干フェードしても大丈夫。よっしゃ、いいとこ飛んでった。うんうん、オッケーオッケー、フェアウェイ出たかな。ナイス、どうぞ。狙い通りな感じでいきました。ああちょっと気味か。あーでもまあいってる、うん、ポキって言いましたね。言ったよね。うん、言った。体ですよね、多分。肩。肩。ポキ。なんか外れた。テイクバックで肩外れて、ああ、で、すぐ入れたのよ。ああ。で、ウッチに行った時、間に合わなかったね。外れたんですか？一回外れた。ポキって言ったの。そうだよね。言いましたよ。多分、音入ってると思いますよ。僕の普通に耳で聞こえたんですから。これ出ちゃったか。それあるあるなんですか？これあるあるなの。これ出たらもう今日一緒でも。マジっすか？うん。どっちの肩ですか？左肩。負ける。やばい、4番アイアンが取られちゃう。まだ8ホールありますから。8ホールしかない。200ホールぐらいあれば。いやでもロングですから、なんとか200ヤード以内にはなるか。うん、なるほど。350ぐらいでしょ残り。ちょっと待ってください。ん、僕はあのグリーンとピンポジンなんか見覚えがありますよ。この感じ懐かしい。懐かしいよ、これ。絶対これあれだよ。タイガー&ホースだよ、これ。何なんこれ？トラウマです。あ、なるほど。肩を気にしていく。前回は股関節外れてたじゃん、俺。そうでしたっけ？山裾、左、はい、5番ウッドだよ。はい、あの、カラス方向ですね。しゃー、残り350ヤード、5番ウッド。しゃー、まあ200ぐらい飛んだんじゃない？いや、行ってるでしょ、絶対。よかった、ならなくてよかった。もうだから残り普通にショートかミドルアイアンですから。うん。ずっと練習してきてるから。完璧だったでしょ。完璧だったと思うんですよ。うん、あれ、あのピンポジション。そうなんです。見覚えあんな、あれ。宇都宮ガーデンあるあるだよね。あれは超嫌な。ちょっと測ります。うん。何やろ？250なんですけど。うん。見方、悩むな、あれ。ちゃんと当たれば届かない距離ではない。いや、まあ届かないんですけど。手前まで行けると。手前、どうしようか。うん。あれを。すごい短いクラブで打ってんだったらまだいいけど、中途半端な距離嫌だよね。さあ、ヤス君は何を選択するでしょうか。僕は刻むと予想します。僕は大体7、80残しを選択すると思いますが、結構長めのクラブ持ってきてるんで、多分打つでしょう。
考えてます。いやマジ悩むわ。中途半端な距離を残したくないってことだよね。はい、でもスプーンで、スプーンでこの山裾からスピードかかる分にはバンカーの可能性もあるけど、じゃあしょうがないです。うん、あーやばい、ちょっとひどい。でも多分大丈夫だよね。山裾引っ掛けちゃった、うん、まあ低い球だったから、うん、壁がずっとあります、うんうん、今の本当に、まあ、突っ込んだっていうか何で打てばいいか本当に迷ったまんま打っちゃいました。あー決めきれずに打った感じだ本当に。だからあの10番、うん、スタートホールがトラウマになってますね、うん、マジで。あれ本当嫌だったな。もう今でも嫌だ思い返すとね。横から打って出ちゃうんだよ。そう、横から打って出ちゃうんですよ、うん、奥からとかじゃなくて下手したら手前から打っても出てたんじゃないかっていう。118、118ピッチングで、ピッカルで、ピッカルピンの奥には打ちたくない。キャリーをグリーンにしたくないぐらいだね。ほんとそうっすね、うん、着弾したら絶対前行っちゃいますからね。うんこかと思った。うん、狙い通り。うわバンカーだ。グラバンじゃないですかあれ。多分グラバンっすよ。いやー手前から入ったね、うん、いやまあでも正直乗っちゃってオーバーするよりいいと思いますよ。とか言い訳していい。足元がちょっとへこんでました。いや盛り上がってた。モグラで、うん、3打目56ヤード。56ヤード、絶対手前58、58度で。うまい。うわぁ、まあ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 、いやいや全然いいでしょ。いや超近いよ。ナイス、一致した。完璧じゃない。でもいや今のはまあ、うん、もう OK ですよ。今手前って思ってたんですけど、すごい柔らかくいけたよね今。そう、あれを最近引き出しとして練習してるんですよ、うん、やっぱバーンって打ち込んだり、うん、なんかスピンかけるイメージでって思ってやってたんですけど、うん、あのふわって運ぶ感じのを最近やってるんで、よかった。さあハウスさん、これが4打目。うん、攻めたいけどちょっと強めたいもんいいな。ボギーはしょうがない。58度でふんわり。はい、ナイス。いいんじゃない。うん、ナイス。俺なんか止まんないか。あれもどうじゃろう。ちょっと距離あるな。入れれば止まるっすから。スタートホールほどじゃないね。ほどじゃないと思います、うん、いや俺手前だと思ったんだ今。マジっすか。だから意外と受けてないのかもしれないですね、うん、アルさん3メーターぐらい。パパッと、パパッと。わあ、よく読んだけどな。見えないか。ナイス。よし、ほい。参考になった？気になりました。2ヤード。あれでも、グッて来てたんだよな。最後？うん。このライン来なそうだな。打てないわ、これ。左いっぱい。バーディーパット、2ヤード。うわー、ナイスバーディー。ああ、あざっす、あざっす。怖えこえよー、あざっす。え、3打差バーディーボギーで。バーディーボギー3打差。やばい、もう負けだもう負け。早いよ、分かんないじゃないですか。もう集中しないといけないんだからいやでも頑張ってるよ。うん、本当に。まあちょっとね、俺3段目あそこ外した時点でね、うん、もうボギーでいいって思ったもんね、うん、それで自分のゴルフできてるわけじゃないですか、うん、あそこからダボなんて簡単に打てるんですから。ダボ全然あったよあれ。てかだってティーショットミスってるから。ティーショット肩外れたもんねティーショット肩外れたらボギーはしょうがない。しょうがないでしょ。そういうホールもある、うん、3番パー3 187ヤード。3番ホール打ち下ろし込みの169。うん、169。何番？7で。7。これもな、手前がいいで。うん。よいしょ。あー、オッケーオッケー。あー、手前、うん、いいとこか。はい。ちょい手前か。低く使ったんで。どうするかな。右のグラバン入ったらちょっとさすがに嫌だったな。あれ169。これクソ悩ましいっすね。うん、6U で。6U。逆弾は出てる。
あ、超えた超えた。あ、ちょっとでかいっすね。うん、捕まっちゃった分か。いい当たりしちゃったよね。いい当たりしちゃいました。そんなにいい当たりするつもりじゃなかったんだけど出玉は良かったから流れもうちょっと捕まんなければ。さあ、アウさんがちょっと左にこぼれて嫌なアプローチは残っちゃってますね。25ヤードぐらいかな。ピッチングで。はい、うわ、そんなにぐらいかな。今のちょっとスピン入ってましたね。うん、これでももうちょい行くかなと思ったけど、うん、そこの段が意外と、うん、これやっぱ知らないと効くんだ。 11.5 のエッジまで 6.5 上りフック。番手は58度で。いや、どんまい。いや、ちょっと奥行きたくないもんね。慎重になりすぎました。うん、ミスです。6ヤード。まあまあ、奥だっけ。うん、決まんだな、これ。何やってんだ。行っちゃいそうだな。サウさん、パーパット6メーターぐらいですかね、これは。うん、先行くわ。はい、さすがに弱いか。よいしょ。落ちます。よいしょ。いや、むすいよな、やっぱ俺。上からすげえ速そうに見えたかんな。 1.5 歩残り。フック見ます。ほぼまっすぐなんですけど、うん、カップ右いっぱい。よし、よし、ボギー。ナイス。はい、ダボ。うまい。ハットダボか。いやー、しびれるな。4打差4打差になっちゃいましたね、今ね。ちょっと頑張りますよ。まだ言うて分からんすから、うん、ちょっと手前からだったね。そうですね。いやー、ちょっとでもグリーンが極悪すぎるよ。ということで、次はね、見てください。見てください。外した。追い上げます。絶対追い上げます。